なるかな。なんと衝撃の結果が出ました。はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、とある撮影の帰り道ということで、なんと本日このランボルギーニ浦川エボスパイダーくんに乗って神奈川県の横須賀市方面まで来ております。すごいなんか海沿いで、今三崎港のすぐそばなんですかね。こんな感じ、船もたくさん止まっております。そして鳥もたくさん飛んでるなということで、これから都内の方まで帰っていくわけなんですけれども、おそらく都内の方まで帰ればガソリン残量がほぼほぼ空になる状態かなと思いますので、空っぽになった状態でこのランボルギーニ浦川エボスパイダーくんのガソリン満タンいくら入るのかチェックしていけたらと思います。いや、皆さんこれガソリンいくら分入ると思います？私ガソリン空っぽの状態でまだ満タンにしたことはないんですが、それでもだいたい1回につき1万円ぐらいは払ってたかなという気がするので、おそらくガソリンが空っぽの状態であれば2万円分ぐらい入るんじゃないのかなと思います。ぜひ皆さんの予想もコメント欄に書いていただければと思います。はい、ということで、それではまずはお腹を満たしに行きたいと思います。今日もご安全に行ってきます。ということで、三崎港周辺のマグロ屋さん入っていきたいんですけど、あそこはマグロ持ち帰りだな。あ、この辺とかマグロ定食いいじゃん。営業してるとこありますね。ちょっとこの辺入ってみようかな。すごい、2階にマグロが吊るしてある。さすがに偽物ですけど、すごいじゃん。ここ行ってみようかな。じゃじゃん、頼んじゃいました。マグロのトロ丼、ネギトロとマグロのトロが合わさった贅沢なマグロ丼ということで、2200円とちょっとお高めなんですけど、でもこの贅沢なマグロを思えばかなりお得かなと思います。では早速いただきますか。ではいただきます。こういうとこのわさび全部入れちゃうんだけど、毎回鼻ツーンってするんだよねめっちゃ美味しそうじゃない？いただきます。めっちゃ美味しい。マグロがトロトロだ、はい、ということで完食しました。すごい食べ過ぎてお腹がポンポコになっちゃった。でもすごい美味しいマグロでした。ごちそうさまでした。やばい、食べ過ぎてお腹がいっぱいポンポコなっちゃったやばい。ちょっとこうやって座ってるとお腹がボヨーンってしてる感じ伝わるかな恥ずかしい。なんか最近動画見てて気づいたんですけど、私ちょっと姿勢が悪いなと思って、最近はちょっとお尻をちゃんとプリッと上げて上半身をキュッと上に上げるように頑張ろうとしてるんだけど、ついついご飯食べた後とかだと脱力しちゃってお腹がぽっこり出るような姿勢になっちゃうんだよな。気をつけなきゃ。よし、じゃあこっから東京都内の方まで運転して帰ろうと思うので、帰り道もご安全に行ってきます。よし、ではここから東京都内の方まで戻っていくんですけれども、だいたい距離としては100キロいかないぐらいですね。80キロぐらいかな。で、今ガソリン残量を見てみるとまだ3分の1強あるということもあって、意外と普通に走れちゃいそうなんですけど、ここからガソリンの残量をちょっと減らしたいんですよ。今回はガソリン空っぽの状態から満タンにしていくら入るのかを検証したいということもあるんで、ちょっとガソリンをあえて減らすためにコルサモードというね、通称バブバブモードですよ。これはもう私が命名したんですけど、バブリングしまくるもう一番激しいモードですね。このモードをちょっと使っていきたいので、ちょっとモードを変更しちゃいたいと思います。ポチポチ。どうですか、サウンド変わったの分かりますかね。この辺の街中をあんまりうるさい音で走るのもなと思うんですが、ここからすぐ高速道路を乗っていく形になるかと思うので、ちょっとこのコルサモードメインで今日は走っていけたらと思います。うん、それ
それでは三浦中間道路入ってきます。バブバブモードって言いすぎて、何それって感じの人からしたら赤ちゃんなのかなって思われそう。普段なんですけど、ガソリン入れる時ってさすがにガソリンを空っぽの状態で入れるってことはしてなくて、だいたい半分ぐらいになったら入れてるかな、そんな感じなんで、今回のガソリン満タンチャレンジちょっとどうなるか怪しいんですよね。あ、トンネル入りました。行きますよ、トンネルさん。後ろの方にマイクつけたいぐらいなんですけどね。で、ここから横浜横須賀道路、通称横横道路ですね、横横道路を走っていって首都高に入って都内に帰っていくという。おお、めっちゃ飛ばしてるハイエースがいる。なんか最近首都高の事故多いじゃないですか。で、それもあって実は私昨日とあるテレビ出演してたんですよ。皆さん見てくれましたか？ちょっと事前告知全然できてなかったんで、視聴者の皆さんでも知らなかったよって方多いと思うんですけど、実は昨日テレビ朝日さんの方にお邪魔しまして、アベマプライムさん、ニュースの報道ですね、そちらのテレビの方に出演させていただきまして、首都高で相次ぐ事故どう防いでいくかっていうところを専門家の方を交えて話していったんですけど、なんか事故を起こさないもそうなんですけど、事故が起こった時にどう対処するのがいいのかっていうのを、やっぱりみんな当事者として考えていく必要があるんじゃないのかなって思うんですよ。こうやってニュースを見てると、事故が起こることって本当に誰にでも起こりうるというか、たまたま自分には起きなかっただけで、いつ誰か事故の当事者になるかって本当にわからないと思うので、ぜひ気になった方は概要欄に詳細貼っておくんで、そちらの配信見ていただけたらと思います。アーカイブの視聴期限が確か放送から6日間とかだったかな。この動画が上がってるタイミングも多分まだ数日は見れるかと思うので、ぜひ皆さんチェックいただければと思います。はい、ということで大黒パーキング到着しました。首都高の帰りちょっと渋滞しそうだったんで、先におトイレ休憩していきたいと思います。ではエボスパイダーくん、しばしお待ちください。行ってまいります。ということで休憩が終わりましたので、ここから走っていきたいんですが、ちょっと今のガソリン残量見てみましょうか。どれぐらい減ったんですかね。正直この裏返しスパイダー結構燃費であんまり減ってないと思うんですけどね。はい、なんとガソリン残量こんな感じです。じゃーん、4分の1は減ったんですけど、それではまだ結構残ってますよね。しかもこれだけガソリン残量残ってるんですけど、これでもうガソリンのチェックランプついちゃうんですよ。給油してくださいっていうね。まあここからどれくらい減らせるかっていうところにかかってると思うんで、ちょっと残りの都内までの経路頑張っていきたいと思います。ここからの首都高が結構混み合うってこともあるんでね、この渋滞加減でガソリンの減らせる量が決まってくるかなと思います。ちなみに残りの航続可能距離なんですけど、約90キロって出てますね。でもこのランボの航続可能距離って本当に当てにならなくて、今残り一応80キロとかに出てるんですけど、これ私が出発する時に確か280とか270とかそれぐらいあったんですけど、今日200キロも走ってないんでね。まあコルサモード使ってるってこともあるんで、通常よりもガソリンの減りが早いはずなんですけど、まあ残りさすがに80キロ走らなくてもガソリンは空っぽになるはずなんですが、さあここから都内までの距離でいくらまで行けるか。頑張れ頑張れ頑張れ、ガソリン減らせ、頑張れ頑張れ頑張れ。なんかこうやって今日コルサモード縛りで来たせいかな、このバブリングオンに私が慣れてきてしまった。まあオーナーなんでいつまでもワーキャー騒いでるわけにはいかないんですけど、なんかちょっと新鮮味が忘れちゃうのもったいないな。そろそろ誰か助手席に乗ってもらって、女の子にワーキャー騒いでもらいたくなってきた。
はい、ということで何とかガソリンスタンド到着しました。気づいたらもうすっかり外は真っ暗です。でちょっと遅い時間にはなってしまいましたが、今のガソリン残量を見てみましょうか。はい、結構走ってきたんですが、こんな感じじゃん。ガソリン残量、8分の1以下にはなりましたかね。給油してくださいというチェックランプもついておりますし、一応航続可能距離のところ今は残り70キロって書いてあるんですけど、たださっきまで渋滞に巻き込まれていたということもあり、実は航続可能距離50キロ、30キロと減っていき、最終的には表示されないまでなったんですが、一般道に戻ってからは渋滞が緩和されたということで今は残り70キロになってますね。まあ、ただちょっとこれ以上走っていくと本当にガス欠になってしまう可能性もありますので、一旦今回はこれで断念したいと思います。さあそれではガソリン給油していきますか。ランボルギーニでガソリン満タンにしたらいくらになるのか。よし、結果発表のお時間です。では排浴満タン入れてきてます。さあ満タンいってらっしゃい。ウィーン。あーいくらになるかな。じわ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 増えていきます。おお、なんと衝撃の結果が出ました。今回ハイオクでガソリン満タン給油したんですが、リッター179円ということで、給油できた量はなんと74リッターということで、今回の給油料金はルル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 ン、13,246円でした。あれ、私の予想より全然入んなかった。意外とそんなに1回の給料ってしませんね。まだ何リッターかはタンクに残ってたってこともあるんで、本当にすっからかんであればやっぱり15,000〜16,000円ぐらいいったのかなとは思うんですけど、それでも私の予想よりかは安く済みましたね。びっくり。おー、ガソリン満タン給油されましたね。そして航続可能距離がなんと620キロまでなりました。はい、ということで今回はランボルギーニ裏カエモスパイダーくんのガソリンを満タンにしたらいくらになるのか検証してみました。いかがでしたでしょうか。ちょっと私の予想を大きく下回る結果となりまして、まさかの13,000円ということで、意外と満タンにしても他の車より大きく金額が変わることがないんだなっていう新しい発見がありましたね。ただちょっとガソリン満タンとはいえギリギリを攻められなかったといいますか、実はこの裏缶なんですがガソリンの給油タンクの容量は約83リッターとのことだったので、まだこのタンクの中には9リッターぐらい残っていた状態での測定だったので、これぐらいの金額にはなったんですが、ただ本当にすっかり缶の状態だったとしても結局15,000円ぐらいになるのかなというところなので、まあ、そこまで金額高くないかなっていう結果になりましたね。まあでもこんなギリギリを攻めるのは本当にガス欠になってしまう可能性もあるので、ちょっとこれ以上もうやらないでおくんですけれども、まあ、今後は定期的にこまめな給油をしっかりしてガソリン満タンの状態でいろんなとこ遊びに行けたらなと思います。皆さんの予想は合ってましたか。ぜひコメント欄に書いていただければなと思います。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。